こんにちは、藤原です。突然ですが、今回はアフィリエーターの心構えより解説をさせていただきます。お客様を生徒とするのであれば、アフィリエーターのあなたは、先生に例えられます。商品知識のないお客様に、あなたの紹介する商品の魅力を伝え、商品をご購入いただく、その対価として、あなたはアフィリエート報酬を得ることができるわけです。 このアフィリエートでお金を稼ぐ基本を踏まえ、このジャンルの必要スキルを解説しますと、変態であることが、グッズを販売する上での必要条件になります。セックスするのが大好き、一人エッチが大好き、エッチな妄想するのが大好き。もちろん、日常生活で変態である必要はありませんが、恋人や既婚の有無問わず、異性との経験の有無問わず、変態、 でありませんと、グッズの販売はできません。YouTube で、顔出しの若い女性、がグッズ販売をしているケースがありますが、再生数と比較し制約率に関してはいまいちというのが現状です。若くて可愛い女性が、エッチなグッズを販売していましたら、面白がって動画にはアクセスが集まります。しかし、その視聴者がグッズを購入してくれるかは別問題です。はっきり言って、 明るく楽しいエッジの動画では、グッズは売れません。では、どのような動画の企画を行えばよいかグッズ販売を行う事前に性別のターゲット、年齢層を確定させてください。なぜかといえばグッズは、対象商品の性別のユーザーが必ず購入するとは限らないからです。例えば、男性向け精力剤などは、相方の女性に勧められて購入するケースが多いです。 女性が利用する美薬やその他のグッズ類も同様です。直接、双方の相方が購入する場合もありますし、一人エッチが大好きな方が、ご自身で購入することも多々あります。異性とのご経験があり、あなたが女性の場合は、双方の性別を対象にグッズを販売することが可能です。男性の場合は、経験人数の多い方、AV 男優、 は同じように双方の性別向けの商品を販売することが可能です。反響が得られる年齢のターゲットは、あなたの恋人の年齢層もしくは、同性商品を販売する場合は、同世代を対象にしてください。コレクター、マニア、の男性は男性向け商品に特化してください。異性との経験がない場合は、ターゲットは同性であなたと同世代が対象になります。このジャンルの利点として、 ユーザーの需要とリピーター率が高いのが特徴です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。動画詳細箇所記載の無料メールセミナーでは、YouTube を活用し、効率よく恋愛アフィリエイトで稼ぐ基礎講座を配信しています。ぜひ、お名前、メールアドレスをご登録してセミナーメールを受信してください。セミナー講師は、株式会社天空の藤原でした。 また次回の動画でお会いしましょう。動画の最新情報はチャンネル登録してチェックしてくださいね。